入試情報から勉強方法まで受験生に役立つ情報を何でもお話していきます。受験トークスでは始めていきましょう。学びズムの吉野です。学びズムの江戸です。どうもこんにちは。こんにちは。今回のご質問なんですけれども、はい、後期入試の勉強をする場合ですね、はい、前期試験で何点以下なら、勉強した方がいいですかというご質問なんですけれども、その質問してくる受験生えげつないね。えげつない。前期で受かる気持ち前期で受かる気持ち気が早い。気が早いね、いやでもそれのこそのこと考える受験生って自分にめちゃくちゃ余裕あって、まあそういうやつ、ね、そういう子って多分前期で受かると思うんですけど、でもこの話めちゃくちゃ重要なんですよ実は、後期試験、カンカン同立の中で後期試験があるのって関西大学と立命館大学だけなんですよね。確か3月3日、4日、5日ぐらいに、あるんですけど今年で、関西大学とだから立命館大学の話なんですけど、まあ、多分同志社落ちちゃった子とか関学落ちちゃった子もおそらく関西大学、立命館大学の後期は受けに来るんですけど、今の質問あれ前期試験で何点取れなかったら、うん、やった方がいいですかっていうので、はい、これね、まあ、大前提の話なんだけど、合格発表がある前から後期の試験勉強は絶対しなくちゃダメなんですよ、うん、もうした方がいいよじゃない、しなくちゃいけないんですよ後期で受かろうと思ったら、うん、だから、2月の15日ぐらいですか、2月の15日ぐらい、15、6日ぐらいに合格発表が、ありますけど、その合格発表を待つまでに、待つんじゃなくて前期試験が終わった瞬間に自己採点してね、自己採点、してで、その自己採点で、何点取れなかったら後期の試験勉強した方がいいんですかっていう質問なの。これすごくレベルが高いというか、ね、考えてることのレベルがちょっと高いですけど、関西も前期で 何点って学部にもよるしその年度にもよるんで一概に言えないんで、うん、めっちゃ簡単にするために関西大学にしようって話をします、うん、関西大学の、関西大学だったら、文系ね、例えば文系だけど文系だったら千里山キャンパスの、学部出願してるんだったら360点欲しいですね。素点で、中央値採点方式で下げられることを加味して、360点素点で、取れていたら大丈夫でしょうね、うん、で、あとは高槻キャンパス、堺キャンパスとかの学部だったら、まあ、330から40、330だったらちょっと怖いな、340だったら安心、うん、っていう感じ、うん、ですかね、うん、っていうところですかね。っていうのもね、これよくね、僕たち動画いっぱい配信してるじゃないですか。でその配信してる中で関西大学の英語の傾向とか対策みたいな動画もあるんですけど、中央採点方式のことをもうなんていうの全然分かってなくて、例えば外国語学部だったら380っていうのよね、380、他の千里山キャンパスの学部だったら360、で今さっき言った通り堺高槻キャンパスだったら330から340って言うんやけど、それを受験直前に見て嘘つけみたいな、うん、それを知らんから今まで書いてる280点とか290点とか合格最低点やと思ってて、素点でね、うん、で360なんか取ったら受かるに決まってるやんけみたいなコメントでたまに来るんですけど、うん、ガチでね360、を目指してやっといてもらわないと関西大学受からないんでね、うん、っていうのも2015年度入試、まあ、今年の春のね、ご撮影してるのは2015ですけど、うん、2015の、試験では、自己採点で345点、経済学部が千里山キャンパスだったら一番入りやすいんだけども、345点素点で取った子、自己採点だけどね、で、2人落ちてます、うん、345点の日なんで、345の素点ではきつかったですね2015、うん、まあ、そんなことザラニアの話なんで、ちょっと365、千里山キャンパスが人気だと思うんで千里山キャンパス目指してる子は360目指してほしいなとっていう話をちょっと全大学全学部しているとちょっとキリないので、うん、後期目指すって言ったら関大立命とかの子でしょうから、うん、まあ、大体併用受験してるでしょうから、そんなところで話を収めておきましょうか。わかりました、はい
それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。マナビズムの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような本年度のカンカン同一の頭学の情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法はアットマナビズムで検索、 MANAVISM です。ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同一専門塾マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタン、もしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同一専門在宅予備校カン予備よりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン、下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。